Moving on. アマシーネーション。今回は、アマシーの夏トレ2014と題しまして、ある夏の快感を、ここ、ベルファーム秋葉原に集めました。今回のイベントテーマは、ニンテンドーダンサー、大集合、ロボットマフィア。この夏を盛り上げる、注目のアイテムから、最新作まで、一挙展示。アニメはもちろん、映画、ゲーム、エンターテインメント界の幅広いジャンルから、話題のロボット、そして、キャラクターたちを集めました。会場にディスプレイされたコレクションは、最新作、50アイテムを含む、なんと、400アイテム以上。皆様、すでに会場をご覧になっていただけましたでしょうか。今回も多彩なロボットたちが大集結。来週、いよいよ最終章のディフェンス上映が開始となる機動戦士ガンダムユニコーンのブースでは、ロボット魂によるモビルスーツの共演。今年40周年を迎える超合金シリーズより、ブラッドアツの芸術作品コラボアイテム、大阪万博のシンボルカバー、太陽の塔が登場。一方、みんなの方も、なんか動乱のラインナップ揃えてございます。場内正面のマリオブースでは、見てても楽しいマリオを使った圧巻の体験ディオラマ。そして、2014年から始動した新国境制法により生み出された、新たな仮面ライダーが登場。今回、オールアイテム、完全フリーとなってございます。魂ゲージョン、最新プラの最新アイテムの写真、今日の思い出に、どうぞ皆様、ネットまでお持ち帰りいただきましょう。また、ここ、エルサール秋葉原地下1階ですね。地下1階では、魂ウィッシュオープンの特別販売、特別募集を行っていますよ。そして、今回のイベント、こちらの会場のほか、サテライト会場をご用意しております。秋葉原駅の東西自由通路にある秋葉ショールームにも大きな駅を立ち寄りいただきましょう。それでは皆様お待ちかねのスペシャルタイム参りましょうか。会場でひときわ目立つこのランウェイ、注目のキャラクターたちが各ブースを飛び出して全長7メートルの粗大道をウォーキングいたします。さあ、それではランウェイの近くのお客様もっともっと前へ進んでいただきましょうか。準備はよろしいでしょうか。楽しいロブリープは絶対パイ楽しいでしょう。それでは参りましょう。いっしょっかい。まずは世界で最も有名なアクションゲームの主人公マリオが世界初のフルアクションクリエイター。1981年に同時国で初めて登場後、スーパーマリオブラザーズなど様々なゲームで活躍。メインともにゲーム内容をスーパーストロー。そんなマリオを SH プレイヤーならではのフルアクションプレイヤーとして体験。マリオが走る、マリオが飛ぶ、マリオが止める、そしてマリオがエコロがある。なぜのジョボスーパーキノコアクラブロックコイン、あのマリオナクラのアイテムが浮上。さらに SH プレイヤーマリオとプロサスパイの SH プレイヤーズグループのマリオアップデート、そのミアミーガスはマリオの世界やさらにパワーアップ。設定にはフリーボールやメガブロック、アテナブロック、テストピンにはドーナツ、同じような体を持つジョイソーセマリオ。SH プレイヤーズで再現できるスーパーマリオの世界が、SH プレイヤーズマリオ5月24日まもなくリリース。遊ぶぜマリマリオ。
のものや、あるのは自分たちの行動によって山の谷を越え、黒の目と手を繋いだ栄養たちがない、その中には幼い少年と思いきや、実は女の子、後に少女たちとして戦場へと赴く、この世界観が